気ガス化合物とは、周期表の最も右に位置する第18属元素、すなわち気ガス元素を含む化合物の総称。当初、気ガス元素は他の元素と化合物を作ることはできないと考えられていた。それは、気ガス元素の最外核に電子が満たされているか、最外核電子数が8個であり、科学的に非常に安定で反応性が低いことによる、 ネオンとそれよりも重い気ガス元素では、外側に持つ S 角と P 角がすでに電子で満たされている。他の元素と化合物を作るためにはその状態から電子の予奪を行わなければならない。気ガス元素へ高いイオン化エネルギーを加えるか、ゼロに近い電子親和力を駆動力とする必要がある、ことから、反応性は全く予期されていなかった。 しかし1933年にライナスポーリングは、重いキガスは、フッ素や酸素と化合物を作れると予想した。特に彼は、6フッカクリプトンと6フッカキセノンが存在し得ることを予想し、合わせてゼフ8は、不安定な化合物として存在するかもしれないとの、推測、キセノン酸からカキセノン酸の塩が作れるのではないかとの示唆を行った。これらの予想は、 多くが的中したが、ゼフ8は熱力学的にも速度論的にも不安定とされ、2009年に至るまで合成された例はない。重い気ガス元素は軽いものよりも多くの電子核を持つ。ゆえに、原子の外側にある電子は内側の電子からより強い遮蔽効果を受ける。さらに、災害核電子の狩猟指数も大きくなり、軌道は原子核から遠ざかる。 これらは災害核電子と原子核との引力を弱め気ガス元素であってもイオン化しやすくなる。なお、こういった同じ輩なら周期表の下の元素ほど災害核電子の束縛が弱いというのは気ガスに限らず一般的に見られる傾向である。この結果、重い気ガス元素では電気陰性度の非常に大きい元素、フッ素や酸素と 安定な化合物を作れるところまで、イオン化エネルギーが低下する。1962年以前には、気ガスの化合物として単理されたものは、クラスレートのみであった。他には、肺囲化合物のスペクトルによる検出が行われた、程度である。クラスレートは、過後化合物とも呼ばれるもので、ある化合物の結晶格子中の隙間に、気ガス原子が捉えられた、化合物である。 ゲストとなる気ガス原子の大きさは、ホストとなる結晶合子の隙間の大きさに合うもので、なければならない。例えば、AR、クローネ、G はベータヒドロキノンとクラスレートを形成するが、HE や NE は小さすぎて、隙間を通り抜けてしまう。クラスレートは、AR、クローネ、G と HE や NE の分離や、AR、クローネ、G の輸送に利用されてきた。 また、85クローネのクラスレートは、ベータ線、133G のクラスレートは、ガンマ線の安全な宣言となる。肺化合物としては、AR ボーイフレンド酸のようなものが低温で存在すると予想されていたが、未だに証明されてはいない。また、電子の衝突によって、ホニあるいは、ハニが生成したと報告されているが、その後の研究により、 それらはおそらく金属表面に吸着された HE であって真の化合物ではないとされている。なお気ガス錯体に関しては、現在では基礎実験や低温での気ガスマトリックス中での反応などにより、アルキルベンゼン、AR ファンデルワールス錯体や様々な金属錯体が作成され研究が行われている。ただしこれらのほとんどは純安定状態であり、 大部分は液体窒素温度よりもはるかに低い温度で分解する。水中に気ガスを圧縮すると水和物が生成するとされる。大きな双極子モーメントを持つ水分子が気ガス原子に有機双極子モーメントを発生させ、その結果双極子モーメント、双極子、モーメント相互作用が生じると考えられている。原子番号がより大きい原子は 有機する、双極子モーメントが大きいため、G6H 二 o が最も安定な水和物で、あるとされている。1962年に、ニール・バートレットは、強い酸化剤である6ッ化白金 PTF6 が、酸素分子、O2 を、ジオキシゲニール O2 へ酸化することを見出した。O2 のイオン化に必要なエネルギーは、 キセノン G をヒヨン G へ参加するために必要なエネルギーに近かったことから、バートレットは G と PTF6 との反応を試みた。すると結晶状の生成物が得られ、ヘキサフルオロハッキン酸キセノン G、PTF6 体と推定された。これが、キガス元素と他の元素との真の化合物の最初の例とされる。1962年の後半に、ハワード・クラーセンらは、 キセノンとフッ素と高温で作用させ、4フッカキセノンゼフ4を合成した。これが2種類の元素のみからなる単純な、キガス化合物の最初の例である。近年までいくつかのキガス化合物が合成されてきた。中でもキセノン化合物は、フッカモノ、オキシフッカモノ、酸化物、三酸化キセノンゼオ3、四酸化キセノンゼオ4などいくつかの種類が知られる。 二フッ化キセノンは、キセノンとフッ素分子の気体を、太陽光に当てるだけで得られる。キセノンの復化物を得ようとしていた過去50年余りの、合場、二通りの気体を混ぜる取り組みは様々になされて、きたが、太陽光を利用する試み放されていなかったのである。キセノン以外の気ガス元素については、ラドンは、フッ素と反応して二フッカラドン RNF2 を与える。二ッカラドンは、 カタショウにおいて黄色い光を発する。クリプトンもフッ素と反応してに復活クリプトンを与える。アルゴンの化合物は2000年にアルゴンとフッ水素からアルゴンフッ素水素化物が生じることが極低温下において観測され初めての例となった。近年キセノンについては一般式がジオキシニと表される多彩な化合物群が知られる。キセノンは酸素や窒素、 炭素、金、カキセノン酸、ハロゲン化物イオン、他作イオンと結合する。それらの化合物群は、周期表で隣り合う要素の超原子化化合物群と、似る。化合物、G2SB2 回11は GG 結合を持ち、それはこれまで知られている中で最も長い結合である。2017年にはこれまで合成されたことなかった。 真のヘリウム化合物であるヘリウム化にナトリウムが超高圧化で存在することが、米国、ロシア、中国、欧州の国際研究チームによる研究で判明した。また同時に、ヘリウム化酸化にナトリウムが安定的に存在することが予測された。なおネオンの化合物については認められた、化合物はない。気ガス内放フラーレンの分子模型気ガスは、 内包フラーレン化合物、すなわち、フラーレン分子の中に、気ガス原子が捉えられた化合物を形成することも知られている。1993年、C60 を約3バールの HE や NE 雰囲気にさらすと、HEC60 や NEC60 のような包摂化合物が生成することが報告された。そのような条件下では、 C60 分子のうち65万個に1個がヘリウム原子を取り込むとされている。3000バール程度のより高圧化では生成率は0.1%まで上がる。アルゴン、キセノン、クリプトンの内包化合物も得られている。気ガス化合物の利用法はおおむね、酸化剤として、またはより密度が高い状態にすることによる気ガスの貯蔵のいずれかである。 キセノン酸は反応後に、キセノンが機体として有利するのみであるため、不純物が混入することのない有用な酸化剤である。唯一オゾンのみがこれに被験するものであるとされる。カキセノン酸は、さらに強力な酸化剤であり、フッカキセノン類は、優れた、フッ素化剤である。クリプトンやキセノンの放射性同位体は、貯蔵や処分が難しいが、化合物とすることにより、 期待状態よりも取り扱いが容易になる。キセノンの単寿命のエキシマージーニや、気ガスのハロゲン化け物は、エキシマレーザーで利用される。ありがとうございます。